皆さんこんにちは、バックカントリーの太田です。今日はこのグレゴリーのマルトロ75をフィッティングしてみたいと思います。今日フィッティングさせてもらうのはバックカントリーのスタッフ、イケちゃんです。どうぞお願いします。はい、フィッティングにはこのグレゴリー社製の測定器フィットオーマティックを使用して測定してみたいと思います。まず、このショルダーベルトを肩からかけてください。はい、そしてウエストベルトのピッチを決めます。でこの時に、この背中のこのお尻の付け根のここにしっかり当たるように。はい、続いて、下を見ていただいて、ここに骨が出っ張るところがあるんですけども、骨にこの穴を合わせて、で正面を見てください。はい、もう一度はい、これが、イケちゃんの、背中のサイズになります。 M サイズです。皆さん見えるでしょうか。今ここが、池原くんの、背中の長さなんですけども、48cm、 インチにすると19インチ、グレゴリーの、リュックのサイズではM サイズのアッパースロットということになります。ではこれで、フィッティングをしていきたいと思います。ではこれから、イケちゃんの、体にフィットする、リュックに仕上げていくんですが、まず、先ほど測定した、ハーネスサイズ、グレゴリーの場合は M サイズですね、19インチ M サイズのアッパースロット。スロットとは、このショルダーベルト、このショルダーベルトの付け根の高さを1インチ変えれて、上か下かアンダーかアッパーか。で、ケチャの場合はアッパーなので、アッパースロットに設定をいたします。まずこのベルトを緩めて、これですね、ここからショルダーベルトを一旦取り外します。こんな感じ、わかりますか。そしてこのアッパースロット、この上側にとりつけます。これを左右両方、これで出来上がりました。したら、ベルトを戻して、実際に背負っていただきます。じゃあこれから背負っていただきますが、その前に大型リュックの場合はまず各部のベルトをしっかり緩めます。ウエストベルトとかもですね、先に緩めた方が背負いやすいです。では池さん、こちら、そしてまず最初に、ベルトを締めるのはこのウエストベルト、ウエストベルトを取ります。それで、しっかり引っ張って、ウエストの位置を決めるんですが、その位置は結構皆さん腰骨に意識されている方が多いと思うんですけども、実はリュックの場合はこのお尻の付け根、ちょうどこのお尻の膨らむところに、このパッドがしっかりと乗っかるような気持ちいい位置がありますので、そこに乗っけます。
で、しっかり締めたら次にショルダー、ショルダーのベルトを軽く締めます。ここで思いっきりまだ締め込まないようにしながら、続いて、チェストベルトを止めます。で、この時にですね、チェストベルトの位置は、この肩のショルダーベルトが肩から自然にこう脇に流れていく位置にサポートするだけなので、あまりこう思いっきりこう締め込む必要はありません。これも軽く締める。で、最後にこの肩、この肩のベルトをしっかりグッと締めることでリュックがこう体に寄ってきます。この状態で、背中がですね、肩からこう背中のラインにかけて隙間が空いてない状態が見えるでしょうか。隙間が空いてない、全く隙間が空いてない状態っていうのがベストになります。ここが入りません。はい、肩から背中にかけて、全くこう隙間がないのが分かるでしょうか。サイズが合っていないと、この位置、ここが、こういう変な盛り上がりがあったりとか隙間が空いてたりする場合があります。皆さんいかがだったでしょうか。バルトロ75のフィッティングが完了しました。このバルトロ75はテント泊1泊から3泊4泊ぐらいまでの荷物が余裕で入る大きさになっています。ではまた、バイバイ。どう？